ました。お疲れ様でした。まあ、このフォーム日本選手権振り返って、はい、今はどんな気持ちですか。わあ、やっぱり1年間やってきて、やっぱずっと出させてもらってたんで、やっぱりやっぱみんなで勝ちを喜びたかったっていうのはすごいあります、はい、結果としては残念でしたけどね、はいはい、まあ、でもその中で得たものっていうのは何かありました。まあ、今日の試合っていうよりもやっぱ今年1年間通してやっぱり柳瀬さんとか金子さん、辰巳さんとかやっぱ上の先輩方もずっと2軍だったですけど、もう全然もう腐ることなく毎日毎日トレーニングして、で野球に取り込んでる姿をやっぱ見せてもらったので、いや僕もやっぱり、ね、先輩方に負けないようにと思って1年間やってこれたっていうのが、まあ、野球の技術っていうよりもなんか人として成長できたと思います、はい。まあ、その中でもね、やはりご自分の成績としても首位打者、はい、そして最多安打と、はい、ね、あの出塁率もトップということで、はい、数字にも表れてますね。まあ、でもやっぱりもう先輩方のおかげですね、はい。ただその数字の部分というのは少しばかりでも自信につながる部分ありますか。やっぱり、まあ、何もないよりはですね、はい、何もないよりはやっぱ結果として残った方が良かったと思っているので、まあ、1年間、まあ、無駄にならなくてよかったです、はい。この得たもの、はい、そしてこの数字を来年にどう生かしていきますか。はい、やっぱり開幕からずっと1年間通してやっぱ上で野球ができるようにもっともっと技術磨いてっていうところですね、はい。来年は上でそうですね、プレーしている姿を、はい、ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございます。1年間応援してくださったファンの方にメッセージをお願いします。今年1年は、ファームで、もうずっと自分自身も歯がゆい思いで、プレーしてきました。来年は、開幕からずっと上でいられるように、また皆さんに名前を覚えていただけるように、もう来年28なんでそれだけを意識して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。